落合博満さんが、自身の YouTube チャンネルを更新、14日から始まるクライマックスシリーズの展望を語った。2位に 11.5 ゲーム差で優勝を決めた阪神が、その勢いのまま戦えるかという問いに、わかりません、こればかりはやってみないと、と回答。どっちかというと DeNA の方が嫌なんじゃないのかなと思う、と語った。優勝チームに1勝のアドバンテージがあることには、1つと決めたからには1つで良い、ゲーム差で2つになったら効用的に無理が出てくる、と指摘。1勝のアドバンテージは、大きい、4つ勝たなきゃいけないのと3つ勝てばいいは全然違う、と断言した。プロ野球は興行、客入って盛り上がって見られてなんぼ、客が満足して盛り上がるならそれに沿ったゲームをやるだけ。CS の歴史は両リーグとも3位チームの突破が1回、2位チームが2回、それ以外は1位チームが突破しとる、1位が突破しやすいというのは守られとる。パリーグでは2004、2005年と1位以外のチームが突破したから、2006年から一足先に1勝アドバンテージを設けたな。勝ち上がってきたチームの方が勢いがあるんだから空だと。昔からの野球ファンは CS がない時、パリーグだけあった時、セリーグも開始の経緯を見てきてるから納得してる人が多い。若い人は見始めた頃から CS はあったから、この程度に文句言う人が多いイメージある。一勝アドバンテージとホーム開催の他にも、エース級は基本ファイナルステージ3試合目まで投げられん、という点でもかなり優位。ファーストステージで勝ちパも消耗してるし CS 制度は良い塩梅やと思うが、興行として開催試合数の確保と順位で有利不利の差、このギリギリの線が今の制度なのは説得力ある。そんな議論はオフにするべき、仮に今年横浜とソフトバンクに下克上を許したら、こんなゲーム差つけたのにってなるやろうけど。これはオッチの言う通り、アドバンテージ増やせって言うてる人らは、興行的な部分には触れてないからな。ごちゃごちゃ言うとる奴らは、興行的に結果出せそうな代替案を出してくれよとは思うな。ゲームもそうやが難しすぎても簡単すぎても飽きられたり批判が出る、バランスって大変やな。